隣人13号65点。自分の中にいる激悪な隣人13号という人格。小栗旬の下手くそな演技が挙動不審のキャラにはまり、中村獅童の言っちゃってる目がサイコキャラにはまり、両極端な人物配置で絶妙なバランスを保っていて緊張感が途切れませんでした。脳内を表した小部屋のシーン、唐突に来るアニメーションシーンは見た目のインパクトが目にも楽しかったです。ただ R15 作品なのにそこまでグロくもないしエロくもないのが残念です。グロはまだしもエロ要素が見せぶらだけっていうのはいかんともしがたいですね。話の解釈は選択肢あると思いますけども、ただ私は隣人13号って誰にでもいると思います。時代が変わっていじめのやり方、教育のあり方が変わっても人間の負の感情の形は変わらないと思います。負の感情が溢れる瞬間にどう向き合うか、耐えるのか、ポジティブになるのか、それともレッドラインを越えてしまうのか、人がその一線を越えてしまう瞬間を見せられてしまうメイドインジャパンのちょっと異質なサイコホラー映画でした。